うん、サブスタンス。どうも。はい、ちょっとこの照明とかやんの。友達と飲んできました。早い。楽しかったです。気分いいっすね。うん。よしやるか。なんかえらい気分やなお前。今酔ってるからこそできる企画。ああ、スカキュンのストック一発芸を披露しよう。おお、やるね。ほんまは10個たまったらやるつもりやってん。一発芸とか結構お前性変タイプの人、うん、そうやろそうやろ。それが俺あかんなと思ってて、逆にやっぱこういうエンタメの人である以上、うん、いつ何時あい面白いことしてって言われるか分かんないじゃないですか、うん、って言った時にまあ、なんかやってって言われたときにな、なんかすっとできた方がええと俺も思うね。結構もうあれか、うん、外に出せるぐらいの感じのやつなんや。あ、それを見定めてほしいってことやろきっと俺らに。ああ、なるほどなるほど。プラスあなたたちにね、なんかいろいろ、まだこれだから言ったらそのプロトタイプなんで、うん、なるほど。実は受けるかは分かんないっすよ。うん、受けるかは分かんないっすけど、一応やってみたら皆さんこれはじゃあ実践で使えますよ、使えませんよっていうのを、うん、ああ先言っとくけど、まず俺初見です。え、多分見たことあるやつ。見たことあんの？嘘やろ。多分見たことあるやつは。手で見たことあるって相当見たことあるよ。あ、そうやな。え、まあ、お前らは見たことあるやろ、そら。しゃあない、視聴者さんはないと思う。俺もじゃあ一発系考えよう。あ、そうやな、お前今日サブチャンネル忘れてたぞとして、じゃあ一個やってください。はい、じゃあ行きます。はい、まずはなんかタイトルコールいらん。スカキュンの一発芸その1、はい、その程度でお前なんで生きてんねん。その程度でなんでお前生きてんねん。はい、どうぞ。いやー、お疲れさまやな。あ、お疲れ。いやな、うん、最近は割と YouTube で銭も稼げるなんて。いや、そんなことないね。結構もらえるなんて。あ、お前がな。あ、あ、結構もらえるなんて。あ、ほんま。見てみこれ、うん、これ1本700円ぐらいするドレッシング。おお、ほら700円。こんなん平気で買っちゃうから、もうノータイムでアマゾンでポチってまうねこれ。まあな、金もらってもあんま金銭感覚変わらんやろなって、うん、まあ、言うて貧乏経験してるし、うん、変わらんやろな思ってんけど、うん、平気でポチっちゃうねっていう、うん、そのえ、こうあえて俺突っ込まんかったんやけど、これいちごミルクでやってて、ほんまは、うん、もっと安いやつな、うん、700円ぐらいかちょっと高いんけど、うん、ファミマのいちごミルクを買ったぐらいで、うん、めっちゃ金持ちになった気でおるやつっていう一発芸でした。自分、うん、説明なんやね。ちょっと見ようか。じゃあこう漫才だったら、まあ、なんかこの一発芸ですってしてやるにはちょっと微妙か。相手のツッコミがありきやもん、これ。ちょっと、うん、ちょっとな、あれありきやな、うん、今の俺ツッコむだけど、なんかあかんや、うん、漫才になるから、それは。そうかそうか、ごめんごめん。じゃあ、まあ今の面白かったという方は高評価お願いします。一発芸ドンってこう来てもらわんと。じゃあ次や、あれです。はい、これは絶対見たことある。そう、感極まりすぎて、うん、しょうもないことしか言えへん。俺めっちゃ好きなやつだ。スポーツ選手のものまね。感極まりすぎて、はい、しょうもないことしか言えないスポーツ選手。レポートお願いします。放送席、今日はスカキュンさんにお越ししております。いや、スカキュンさん、はい、最後の満塁ホームラン、はい、素晴らしかったですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、はい。やっぱバッターボックスに立つ前、はい、どういった心持ちで。そうですね、はい、頑張ろうと思って。頑張ろうと。ああ、最後ファンの方に向けてメッセージを。ファンの方、はい、はい、いやお前ありがとうございます。これはおもろい。おもろいわ。いや、何言うか大体分かってるのに。あるあるやしな、顔で喋ってんのがおもろい。いや、もう感極まってるからね。感極まってるからね。いや、いいんじゃないですか。え、ちょっと次むっちゃつまんないやつあんねんけど。あ、いやいや、これ嫌や。絶対好きや。絶対好きや、俺。でも映んのも恥ずかしいから、うん、ワンダイレクションのさ、はいはい、知ってる？ワンディー。俺がちょっとぐつつたんだ。お前が言ったやつやろそれ。何やろ、ワンディー。ストーリーオブマイライフ。はい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 、名曲やね。あれを俺が部屋片付けてる時に、うん、歌うねんけど、はいはいはい、部屋片付けたら生活の質が上がるやんか、うん、っていう意味で部屋片付けながらクオリティーオブマイライフって歌う
ていうやつ、うん、まあ、それはいいや、うん、それはいい、え、いや、一旦それなしで、え、いや、生活の質を向上するワンダイレクションでやん、あ、それ、あ、それいいな生活の質を向上するワンダイレクション、はい、おい、この辺むっちゃ散らかってるやんけ、ほんまもっとちゃんと片付けとかせんとクオリティオブマイライフすまんな、マジか、マジかいやまあまあなんでこれメモ帳に残してたんやろいやはい、じゃあ次行きます、はいはい、ちょっと待って、めっちゃ俺これいや、忘れてんけど、どんなんやってねえねえねえちょっとねえねえねえんどれこれどんなやつだっけ別に何どんなどんなやつだっけそれ忘れたなあ、でも なんとなく覚えてるわ、うん、どういう動力で動いてるかわからんやつっていう一発芸です、これ大丈夫タイトルめっちゃおもろいこれめっちゃおもろいタイトルめっちゃおもろいけど、いける覚えてないね、その動きを、うん、いくね、うん、ラストいくわ、これはもう絶対におもろい、あ、ほんまにこれは、これでも視聴者さんも知ってる人多いと思う、はいはい、一発いえ、ほんまこれでおもんないとか言うのマジやめろよ、お前それコメント書くんやったらお前おもろいこと言ってみろよ、おーやばい、強すぎるやろ、まあ、それぐらいでいこう、はい、はい、大人向けハム太郎のエンディング大人向けハム太郎のエンディングちょっと俺それしかもちょっとまずハム太郎でいい頑張れ、明日はもっといい日になるといいね、ハム太郎。へこー。以上、酔っ払った塚健でした。バイバーイ。